京都定期観光バス。京都定期観光バス。京都定期観光バス。A 称、京都レギュラーツアーバスは、京阪バスをはじめとして、期間と路線を限定して、大見鉄道、奈良交通、丹後海陸交通が、京都市域並びその周辺地域で運行している定期、観光バスである。本校では、かつて設定していた。 琵琶湖定期観光バスについてもこの項にて紹介する。琵琶湖定期観光バスについては、高弱交通も運行に参加していた時期もあった。現在も、運行自体は行っているものの、京都定期観光バスに統合され、琵琶湖定期観光バスの名称は使用されていない。京阪バスのみが運行していた、当時の琵琶湖定期観光バスは、京都駅に立ち寄らずに、大津駅や、 浜大津駅を発着するものもあった。また、JTB 主催のサンライズツアーの一環として、運行される、外国人向けコース、合同会社京都町づくり研究所との共同企画で、運行されている、京都観光よる、バス並びに、京都昼、バス、JTB 日の丸自動車、京阪バス、明星観光バスで構成される、スカイバス実行委員会が運営する、 スカイバス京都についても、本校にて紹介する。日本でも指売りの観光地でもある京都における定期、観光バスの歴史は長く1928年4月の開業である。京都市における定期観光バスの特徴として一番に挙げられるのは、入場料や食事代がセットになっていることから、比較的長時間、朝出発する便は夕方到着する1日がかりの、 コースが多い目的の観光スポットを楽しむことができること、そして人気の観光スポットがほぼ待ち時間なしで入場できる点や個人旅行ではまず入場不可能なところへのコースを設けられていることにある。定期観光バスの公式サイトにおいては、バス代入場料をエコノミーにセットと表現している。コースの設定は多岐にわたり、K の1日、K の半日、 京の早回りといった京都を代表する観光地を訪れるものから、季節ごとに春は桜、夏は紫陽花や新緑、秋は紅葉や中秋の名月、冬は雪を題材にしたコース。また、初詣、七福神、葵祭り、祇園祭、五山の送り火などの様々な行事ごととタイアップしたコース。さらにはその年の様々なイベントなどとタイアップしているものがあり、 経営の冬の旅、経営の夏の旅のコースは、それが最もその特徴が顕著に出ているコースとも言える、経営地については年変わるため、公式サイトを確認のこと、観光資源の豊富な都市だからこその飽きのこない、コース設定を行っていること、近年の観光客のニーズの多様化に対応して、少人数で回ることのできるコースを用意するなど、様々な経営努力が行われていることもあり、今もなお、 春や秋の観光シーズンを中心に乗客で賑わっており、活気のある定期観光バスであると言える。とはいえ、経営的に堅調というわけでもなく、京都市営バスでは毎年2400万円以上もの赤字を計上する、年度が続いたため2012年3月をもって撤退しており、京都市営バスの撤退後しばらくは、京阪バスが単独で運行していた。しかし、 一社単独運行になったわずか2年後の2014年11月1日より、琵琶湖方面のコースの一部に、大見鉄道が新規参入したため、再び複数の事業者による運行となった。2015年度はさらに、丹後海陸交通と奈良交通、及び後日のスカイバス京都で、明星観光バスが新規に参入している。現在は、京阪バス運行便については、 ほぼすべてのコースが、京都駅、カラスマ口の定期観光バスのリバから発着する。このうち、8時台、9時台に出発する便の一部には、3条計半前、並びに、京都駅八条口からも出発するが、いずれも京都駅、カラスマ口定期観光バスのリバに立ち寄ってから、観光コースに入る。なお、帰りは3条計半前並びに、京都駅八条口には戻らないものがある。 また、かつての琵琶湖定期観光バスの名残である、琵琶湖方面を観光するコースには、京都駅八条口を出発した後に、大津駅警販バスのみ、や琵琶湖大津プリンスホテル、警販バス、大見鉄道ともで乗降を受け付けるコースもある。主なコース名と経由地は次の通り、経由地については、純不動。ただし、以下に挙げるコースは、代表的なものであるため、この他にも、 K の夏の旅、K の冬の旅のコースなど、K 一を特定しなコースがいくつか存在する。これ以外に挙げるコースについては、京半バス、大見鉄道、京都定期観光バスの各公式サイトを参照。JTB が企画する外国人向けのサンライズツアーのコースとして、次のコースが運行されている。ガイドは全て英語で行われるため、参加に際しては、 そのガイドが案内する内容の英語が理解できてい、必要である。なお、英語が完全に理解できていれば、日本国外の人物である必要はない。特別に企画されるコースもあり、2017年には、井上昭一がガイドを務めた、京都議題、井上昭一先生と行く、京都再発見ツアーも企画された。その他、 京都おこしやす大学認定コースなどの特別コースも設定される場合がある。洛南営業所に配備されている車番が C で始まる貸し切り、定期観光バス用の車両が使用される。現在は下記に示す車両以外は日野、セレガや三菱不桑、エアロバスが充当されている。便所は設置されていない。グランパノラマと呼ばれるダブルデッカー車両は、 K の1日コースなどコースを限定して、充当されていた2012年12月9日をもって、運行終了。日野、レインボー 7M や日野、メルファーなどの小型車については、上賀茂神社と倉間、大原若光院や西山参加など、共愛部を走行するコース、M コースに限定されている。2014年9月からは、外観に、芸儀、舞妓、 イをを描いたたた。新新デザインのババスス計に導入し、しし京都定期観光バスとして運行開始したサンライズツアー向けの車両は幕の装備の関係で車両が限定されている。運休日には一般コースでの運行がある。それ以外の車両については、京阪京都交通などの応援者を含めて共通運用されている。なお、かつては一般路線バスに入るバスのうち、 座席が比較的豪華なものを使用していたワンロマ車と呼ばれる B タイプのバスについても使用されていた。スカイバス京都については下記を参照のこと。秋の行楽シーズンなどの乗客が多い時期には、京阪京都交通から貸し切り、高速専用車が応援で使用されることがある。これは、かつての京都交通時代から行っている。また、京阪京都交通車の貸し切り。 高速専用車は台数が少ないため、それでもさばききれない場合は台数に比較的余裕のある京都京阪バスの貸切登録車両も応援に入る。これはかつての京阪宇治バス時から行っている。2014年の新規参入当時より初代のライオンズカラーをまとった定期観光バス専用の車両で運用されている。大津営業所の車両で運行している。 2015年からは、新ライオンズカラー、レジェンドブルーをまとった車両も運用されている。運行から撤退した京都市交通局では、海津営業所に配備されていたの日のセレガ1台とイスズガーラの4台を重当しており、車両には京都市内の地名にちなんだ愛称が付けられていた。2007年より2008年にかけて、 ネオプランスペースライナーのオープントップバスを使用したスカイバス京都、スカイバスとも称するを京都定期観光バスで運行を行っていた。JTB 西日本、日の丸自動車、京阪バスの3社で構成されるスカイバス実行委員会が運営し、その運行は京阪バスが行っていた。料金は大人2000円でコース途上での観光は行わず、車窓より 京都市内の景色を楽しむことをコンセプトにコースが決められていた。設定されたコースは全て京都駅、カラスマ口の定期観光バスのリバを発着としていたが、コースによっては市場河原町などで降車することも可能であった。ただし、途中で降車した場合は再び乗車することはできなかった。運転可能な運転手は通常の定期観光バスと違い、 落南営業所及びその支所である横尾寺支所。横尾寺は当時、京都市営バス委託の京阪バスの営業所の優秀クラスの運転手が担当した。車両所属は正式には日の丸自動車工業板橋営業所、東京都板橋区であるが、リース期間中は京阪バス落南営業所に配置されていた。なお、同じ車両が用いられているが、 東京と京都との転属を繰り返すため、登録番号はリースされるたびに変更されていた。周期の運行は、特に交楽期の休日には満席になることが多く、公表のうちに終了した。これの結果を受けて、同年3月20日より春の運行が行われた。これに先立ち、東山花道路2008のイベントにタイアップしたコースを無料で運行を行った。 同年10月11日より、秋の運行が1コースのみ開始された。2008年春季の運行に際しては、夕刻の1便に英語のみによるアナウンスが行われる便の設定があった。また、2008年秋季については、第1便に限りホテルからの送迎サービス、無料を行っていた。2009年度から2014年度は運行されていなかったが、 2015年に7年ぶりに運行を再開した。2016年3月31日まで運行される予定であったが延長されており2016年9月30日まで運行される予定に行っている。また2016年の夏の運行の際、8月12日から28日までの週末に夜の時間帯の運行の実施されている。車体の所有は 日の丸自動車で変更がないが、2015年度以降については、同年より日の丸自動車グループとなった、明城観光バスが、京都定期観光バスに新規参入した上で運行を実施している乗車券の売りは、京阪バスが実施。スカイバスが運行されていない時期に、京阪バスの一般車両を使用して、このスカイバスのコンセプトを持った車窓を楽しむコースが、 ハイシーズンに設定されていた。京都昼バスの運行が始まる頃に、その運行が終了し、京都昼バスもスカイバス京都の運行再開と、前後して廃止されている。2010年に京都町づくり交通研究所が、MK バスの運行による、京都観光夜バスの運行を実施しているが、この成功をきっかけに京阪バスの運行による、京都昼バスの運行を開始した。 2012年12月の土曜、日曜日限定で運行を実施したところ、好評であったため2013年4月より年末、年始を除く土曜、日曜、祝日での本格運行を開始した。その後2015年9月30日の運行をもって、京阪バスによる運行を終了し、同10月3日より再び、京都町づくり交通研究所が運営する。 京都、世界遺産海遊バス系ループが運行されることとなった。このバスは、1日乗車券を購入し、京都駅にある定期観光バスのリバをはじめとする駅、近くの停留所、鉄道乗り換え地点から乗車をはじめ、経路途上にある乗降場所で自由に乗り降りして、観光すという形をとっていた。経路は、下記の通り。印の停留所は、鉄道乗り換え地点で、 院以外の停留所からは、乗車を開始することができなかった。また、京都駅をまたいでの連続乗車ができないため、一旦降りなければならなかった。京都駅西本願寺に上場前駅、生命神社、西陣折会館北野天満宮、北野白梅町駅、金閣寺、大徳寺、北大寺駅前下賀茂神社出町柳駅、銀閣寺平安神宮、美館、地温院、 炎山公園、八坂神社高台寺、ねねの道清水道三十三県道、博物館京都駅。なお、第一便は、京都駅発金閣寺止め、最終便は、銀閣寺市発京都駅までであった。京阪バス、大見鉄道なら、交通単語海陸交通明書観光バス。なお、撤退した京都市交通局は、京都市営バス梅津営業所が担当していた。 定期観光バスを運転できるのは、市職員のみ。過去には、京都市営バス五条営業所、廃止が担当していた。2008年4月18日の京都定期観光バス80周年を記念して、チョロ級が発売された。京都市交通局と京阪バスの車両が1台ずつの2台セットである。同年9月14日の、スルッと関西バス祭りでは、 チョローの第2弾が発売され、このチョローはボンネットバスタイプであった。この他にも折りたたみ傘も販売されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。